ダッシュでございます。どうも武田でございます。僕です。水道橋の方に来ているんですが、小沢のシューズかスパイクを新調しに行くという素晴らしい回になっております。違う、そうじゃない。たびたびね、厚底シューズだったりスパイクを履いてもらってるんですけど、あるかは分かんないけど、もしあったら履いてみてみたいな感じはありますか？ちょっと流行りに乗りたいなせっかくやしね。どじいな、流行りのスパイク恩恵っていうのはあるので、もし足に合えば買い替えます。無駄に押す。行きましょう。行ってきます。なかったですね。近くにもう1店舗ゼビオがあるんで、そっち行ってみましょう、うん、ということで次はゼビオの方に来ました。お茶の水のゼビオですね。到着でーす。はい、電車で1分間違った、2分3分あるといいなー。はい、行きたいと思います。うわ、指紋ついてる。なかったですね。なかったー。なんもなかったね。なんもないな、そこ。なんもなかった。こんな言ってますけど、撮影したことあります。本をあだで返した。みんなよく買えるね。やっぱ転売っていうのが、はびこってますね。息ぴったり。あ、水野水野あるじゃん高校のベスト、あのインクス出してた。あ、黒のインクスで。そう、ピカチュウもいるじゃん。え、ほんまよ。嬉しいっすか？超嬉しい。ピカチュウ超好きやから。うん結構、面白い話だって。あんま面白くないかもしれないけど。やば。という間に、ごちそうさまでした。一人で岐阜の方まで来て、到着しました。宿舎の方がね、岐阜駅からね、ちょっと遠いからバスで行かないといけないようですね。なんかね、岸感あるなと思ったんですよ、この辺。そういえば岐阜清流とか来てたなと思って。メモリアルなんとかって同じなのかな、ちょっとわからないですけど。で、結構ね、人多いですね。山形ほどではないけど、ただこっちはほらね、なんかアスリートっぽい人がいるので、やっぱ全日本実業団前でね、多分この辺で泊まる方結構いらっしゃると思うんで、もうアスリート集が文武というか。はい、ということで、これからね、ご飯何がいいかな探したいと思います。ご飯食べてきて、これから宿舎の方にバスで向かうんですけど、山形並みに、ほらほらほら、聞こえる？なんかスケボーの音とかめっちゃ聞こえますか？あんま怖くてあんま大きい声で話せないんだけど、高校生たちに見えてる武田なんだけど、山形並みに治安悪い。早くもう宿舎行こう。もうおはようございます。昨日ね、バス乗った後、宿舎からちょっとバタバタしちゃって、そのまま寝ちゃって、今日、今、朝になります。これからね、朝顔を調達しにコンビニに行きたいと思います。今日だけ降って、明日はやむっぽいんで、皆さん、今日予選しっかりラウンド進めていただいて、明日につながればいいかなとは思うんですけれども、僕も、いつも走れる準備はしていきたいと思います。僕自身ね、今、めちゃくちゃ状態いいんで、走りペースで、マジで。できれば走りたい。ぐらい状態はいい。サブメンバーがこの状態で入れるのってすごくいいと思うんで。はい、ということですね。これから 4K の予選の一時アップをしていきたいと思います。外があいにくの雨なので、宿舎の館内で体を動かしている状況でございます。軽いストレッチぐらいまでならできそうなので。やばっ、お前に負けたからな俺は5メートルで6だったけど、こいつは2メートルで6でした。2回出した。強い。今日は仕方なくお前のサポートしてやる。頑張ります。頑張ってください。草野さんとかのアップとかって見ました？見た。3人の様子は普通ですか？普通でいいのよ普通が一番。じゃあ全員本戦に行けるように、そうね、しっかりサポートすることですよ。あとは自分が濡れないこと頑張ってください。頑張ります。いってらっしゃい。いってらっしゃい。予選が終了したところです。この40秒1のメンバーに僕が入れてるっていうことが本当に今回大きいようなことなので、本当にここから優勝に向けてしっかりサポートしていきたいと思います。で、僕自身も明日チームメイトに何があってもいつでも走れるような準備はしていきたいと思います。お疲れ様でした。お兄さん何点ぐらいですか？まあ、条件は良かったです。条件は良かったと思います、うん、まあでもアップがね、ダメでしたけど、いろいろカースイスだから、うん、まあ、いいんじゃないですか。これを出してれば日本選手権で出るか。お疲れ様でした。おお、お疲れ様です。大丈夫、見えてる？見えてます。
黒星を外すと思ってやめいやもう最高に気持ちよかったです。いや本当明日も楽しみです。そう明日はやっぱ天気も良くなるので、はい、ちょっと自信も出てきたので、うん、アクセル記録で行けるように頑張ります。1日目が終了しまして、先ほどもお話ありましたけれども、アクセルは全体で1位通過ということで、明日しっかり優勝を勝ち取れるように僕もしっかりサポートしながらアクセルも走れる状況を作っていきたいと思います。先ほどねトレーナーの方にマッサージもしていただき、体もいい状態です。僕自身走れなくてもねしっかりこの実業団乗り切っていきたいと思います。それでは1日目お疲れ様でした。本当に山下武田を使えないのは昨日のアップとか見つけもやっぱゴール順位っていうのはあるんだけど、まあ、ちょっといろんなこと考え自分の中で想定したときに、奥野で行こうと思ったので、説明は申し訳ないですが次回に向けてまた調整してもらいます。で本当調子行くまでは何があるか分かんないので、彼も宿泊して、いつでも行ける準備をしてください。はい、はい、はい、お願いします。いらないい流れ作ってくれたんでね、ありがとう。続け決勝前です。絶対やったー、頑張ってください。お願いします。よし奥野頼むよ。奥野スパイコンパンユニフォーム、はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。イエーイ、おめでとうございます。本当に出ました、39秒99、アクセル史上初の39秒台。俺と草野が40秒93で走ったやつがアクセル史上初の40秒台だったのが、ここの地でまた針が動いた。1秒速くなってるから。先生お疲れ様です。お疲れ様でした。ちょっと先生が9秒99の後ちょっと目頭熱くしてたシーンがやべえすいません、写真撮っちゃいました。もう11年越しでね、うん、もうやっもうメンバーもやっぱ入れ替わりながらね、さっき大西くんが言ってたけども、うん、大西も走って、うん、でその選手たちがやっぱ入れ替わって、で僕も抜けた年もあって、うん、でまた新しく入ってきた年もいて、やっぱそれでの念願かなってなので、うん、まあ、正直言えばもっと早く走った年もあるし、で自分が優勝した年もあるけど、やっぱ一番嬉しかったので、うん、まあ、本当に勝ててよかったし、うん、現地で応援してくれた人も含め、まあ、スクリーンで応援してくれた人もいると思いますが、本当に応援ありがとうございました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやー素晴らしい。素晴らしい。